量子論の正体。こんにちは、皆さん。今回の動画は量子論の正体についてお話しします。量子論は物理学の中でも特に神秘的で難解な分野ですが、実はその背後には明確な理論と直感的な理解が存在します。今回は場の量子論と光子理論を通じてこの複雑な世界をわかりやすく解説します。電子や光が粒子であると同時に波であるという曖昧な主張から一歩進んで、より明確な世界観を構築するための旅に出ましょう。それでは始めます。場の量子論と光子理論の基礎。量子論の世界観について論じる際、従来は行列力学の方法論に従うことが一般的でした。この方法では観測されない状態については何も語られず、電子や光が粒子であると同時に波であるという曖昧な主張がなされます。このため世界の本質について明確なビジョンを持つことが難しいのです。しかし場の量子論を全面的に受け入れ、場が物理的な実在であると認めると、行列力学の方法論とは対照的に非常に明確な世界観を構築できます。ニュートン力学では空間は物体が動き回るための空虚な枠組みとして存在し、時間の流れに沿って物体がその内部で動くという世界観が語られます。この立場を原子論と結びつけると、物質は原子と呼ばれる基本的な構成要素からなり、あらゆる物理現象は原子が結合分離を繰り返しながら空間内部を動き回る過程とみなされます。しかし場の量子論が描く世界はニュートン力学とは本質的に異なります。物理現象はあらゆる地点で定義される場の変動によって引き起こされ、場の値は不確定であり、内部空間で広がったものとして扱われます。このような世界観を直感的に理解するために役立つのが光子理論と呼ばれる場の量子論の近似的なモデルです。場の量子論ではあらゆる地点に物理現象の担い手である場が存在し、その地点で定義される内部空間で広がった値を持ちます。光子理論は空間と時間を光子状に区切り、各光子点に物質や力の場が存在するものとして考えます。これにより連続的な空間を扱うよりも計算が容易になります。光子理論では物質の場と力を伝える場の2つの主要なタイプの場が存在します。まず物質の場とは、クォークや電子のような基本粒子が存在する場のことです。クォークは物質を構成する基本的な粒子であり、電子は原子の周りを回る負の電荷を持つ粒子です。これらの粒子は光子点に位置し、その場所で特定の物理量を持ちます。この場の存在により、物質粒子の分布や相互作用の仕方が決まります。次に、力を伝える場は、ゲージ場と呼ばれ、物質粒子同士の相互作用を媒介します。ゲージ場とは、力を伝えるための場であり、電磁場や強い力、弱い力を伝える役割を持ちます。例えば、電磁場は電荷を持つ粒子間に力を伝えますが、光子理論では、このような力を伝える場も、光子点の間に存在し、粒子間の相互作用を記述します。このように、光子理論を用いると、場の量子論が示す世界観を直感的に理解しやすくなります。物質粒子と力の場が、どのように相互作用し、物理現象を引き起こすかを、具体的なモデルとして示すことができ、計算やシミュレーションの面でも有用です。光子ゲージ理論は多くの物理学者が精力的に研究している分野です。この理論では空間と時間を光子状に区切り、その各光子点に物質の場が存在し、これらの光子点を結ぶラインにゲージ場が存在します。これは結晶光子の構造に似ています。結晶光子では原子が一定の位置に配置され、原子間に力が働いて構造を維持します。同様に光子ゲージ理論では物質の場、例えばクォークや電子が光子点に配置され、これらの粒子間にゲージ場、例えば電磁場などが存在することで相互作用が記述されます。光子理論では物質粒子が存在する位置、光子点とそれらの粒子間に働く力を伝える場、ゲージ場を光子構造で表現します。
これにより連続的な空間を扱うよりも計算が容易になり、複雑な相互作用をより明確に理解できるようになります。このアプローチは物理学の多くの分野で非常に有用です。具体的には、場は各交視点で不確定の値を持ち、内部空間で広がった状態にあります。交視理論では、ニュートン的な秒像とは異なり、空間内部を物体が動き回るという概念は成り立ちません。そもそも、縦、横、高さの3次元座標を持つ空間は、リアルではなく、場同士が3次元的なつながりを持つネットワークを介して、相互作用するに過ぎません。図解では、格子を3次元空間に埋め込んで描かれていますが、これは図示するための、便宜的な表現です。実際には、場の存在する各地点だけが、物理的に実在するのです。人間は、このネットワークの広がりを、実在の空間と錯覚しています。このネットワーク内部を、場の波動が伝わっていくことで、あらゆる物理現象が実現されます。物質の構成要素になるような原子は実在せず、波が形作る共鳴パターンが安定した物質的存在のように見えるだけです。現時点で研究されている格子理論では、コンピュータシミュレーションが実行できるように、時間を準拠数に置き換えるのが一般的です。したがって、必ずしも現実世界を忠実に再現しているわけではありません。しかし、格子理論をもとに考えると、場の量子論が描く物理的な世界が、普通の人間がイメージする世界とは、大きく異なることが実感されるでしょう。例えば、通常の3次元空間では、物体は空間の中を自由に動き回ります。しかし、格子理論では、空間は無限に広がる連続体ではなく、非常に小さな格子点の集合として扱われます。物質の粒子は、これらの格子点に位置し、粒子間の相互作用は、ゲージ場を介して行われます。ゲージ場は、例えば電磁場のように、力を伝えるための場です。このようなアプローチにより、複雑な相互作用をシミュレーションで解析することが可能になります。物質の場と力を伝える場が、どのように相互作用し、物理現象を引き起こすかを、具体的に示すことができるので、格子理論は、多くの物理学の問題を解決するための、強力なツールとなっています。還元論を超える、量子論の複雑性。科学哲学の分野では、ニュートン力学が示す、原子論的な世界観に対して、還元論的物質主義という考え方が提唱されています。この考え方では、根源的な構成要素である原子だけが実在し、それ以外の物質は、原子が組み合わさることで生じた、副次的な構成物だと捉えます。例えば、人間のような複雑な構造物であっても、最終的には、原子が結合してできたものでしかないという見方です。しかし、量子論的な世界観では、こうした複雑な構造を単純な要素に還元することができません。これは物質が単に独立した粒子の集合として存在するのではなく、場のネットワークを通じて内部空間で発生する波動が相互に影響し合うことで物理現象が生じるからです。例えば、水素分子イオン H2 プラスを考えてみましょう。このイオンは2つの水素原子核、陽子と1つの電子から構成されています。ニュートン力学的な視点では、この3つの粒子は3次元空間内で互いに力を及ぼし合いながら運動します。しかし、量子論ではそれぞれの粒子が占有する3次元空間があり、全体として9次元の空間における波動関数で記述されます。具体的には、2つの陽子の位置座標を Q1 と Q2、電子の位置座標を Q3 とすると、水素イオンの波動関数は、Q1、Q2、Q3 という形になります。この波動関数は、9つの変数を持ち、粒子の位置と運動を記述します。この波動関数を解くためには、3つの粒子の重心の運動と、重心に対する相対運動を分離して考えます。電子の質量は陽子の約1800分の1と非常に小さいため、水素分子イオンの重心は2つの陽子を結ぶ線分の中点にほぼ一致します。
電子は非常に軽く、陽子の位置変化に瞬時に対応するため、実用的な近似として、電子の波動関数を陽子の間隔が固定されていると仮定して求めることができます。このような近似を用いると、水素分子イオンの波動関数は、以下のようにいくつかの関数の積で表されます。1、重心の平身運動を表す関数、重心の位置を表す三変数。2、陽子の間隔が与えられた時の電子の波動関数、陽子に対する電子の相対位置を表す三変数。3、重心の周りでの回転を表す波動関数、陽子を結ぶ線分に垂直な2つの回転軸に関する二変数。4、陽子の振動を表す波動関数、陽子の間隔を表す一変数。これにより、水素分子イオンの全体の波動関数が表されます。量子論の視点から見ると、水素分子イオンは、9次元空間における波動関数で記述され、この波動関数は、分子の構成要素である陽子と、電子の状態を記述し、定在波を形成します。規定状態では、この波動関数は、陽子の間隔が特定の距離、R 付近でピークを持つ形となります。これは、陽子の位置が固定された点ではなく、確率分布として広がっていることを意味します。このような視点に立つと、古典的な鉄アレイのようなイメージは、人間が理解しやすいように捏造されたものであり、実際の分子の姿とは、異なる虚像に過ぎません。量子論が描く水素分子イオンの真の姿は波動関数によって表される複雑な確率の世界にあります。さらに複雑な性質についても同様の議論ができます。例えばベンゼン分子を考えてみましょう。ニュートン力学の見方ではベンゼン分子は6個の炭素原子が正六角形の頂点に位置する構造を持ちます。しかし、量子論の立場では、6個の炭素原子核と6個の水素原子核、42個の電子が、それぞれ3次元の空間を占有し、54×3 次元空間の内部に、正六角形性を示す、波動関数のピークが存在することになります。さらに、場の量子論の視点から見ると、次元数はさらに増加します。物理的世界の最小の長さが、プランク長、約 1.6×10⁻¹⁵ であると仮定すると、1立方プランク長あたりに、1つの内部空間が存在すると考えられます。これにより、1立方センチメートルには、約10⁻¹⁰ほどの次元数が存在することになります。分子や結晶は、その多次元空間内部のある地点に、波動関数が集まって、塊のようになっているものと考えられます。電子や光子などのエネルギー粒子だけでなく、多数の素粒子が結合してできた分子も、量子論的な干渉を起こす理由は、ここにあります。エネルギー粒子は、内部空間における共鳴パターンとして見なされ、分子や結晶も、多次元空間で形成された、定在波として存在するため、一種の共鳴パターンとして、干渉を起こすのです。量子論は、従来の物理的な世界観を、根底から変革する力を持っています。にもかかわらず、行列力学の方法論に過度に依存し、リアルな物理的状態を明確にせず、観測される量の関係だけを論じるのは、非常に惜しいことです。量子論の理解を深めるために、これまでの動画での解説を通じて、場の波動をリアルにイメージすることができれば、量子論が非常にわかりやすくなることが理解されたのではないでしょうか。量子論を学ぶ私たちが悩む原因の一つに、粒子的な性質と波動的な性質は排他的であり、どちらを通ったかという粒子的な情報を得ると、干渉という波動的な性質が失われるとする解釈があります。しかし、このようなわかりにくい解釈をする必要は全くありません。実際には、単に人間が識別できるような集状態が、互いにデコヒーレントであることを指摘するだけで十分です。デコヒーレンスとは、量子系が環境と相互作用することで、その相関性、干渉性を失い、古典的な振る舞いを示す現象です。この現象が発生すると、量子系の波動的な性質が観測されなくなり、粒子的な性質のみが見えるようになります。つまり、量子論の複雑な現象を理解するためには、場の波動と、そのデコヒーレンスについての理解が重要です。
デコヒーレンスがどのように起こるかを知ることで、量子形がなぜ古典的な振る舞いを示すのかがわかり、量子論の本質を直感的に把握できるようになります。このように量子論を学ぶ際には、難解な解釈にとらわれることなく、場の波動とデコヒーレンスの理解に焦点を当てることで、より明確に現象を捉えることができます。量子論の分かりにくさの一端を集約した分野が量子情報理論と呼ばれるものです。量子情報理論は観測可能な状態間の関係を情報理論の観点からまとめたものであり、論点を整理するための適切な方法論です。しかし、物理的な理解を深めようとする場合、何が起きているのかをイメージすることが難しく、混乱を招くことが多いです。量子情報理論では、例えば EPR 相関、アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンのパラドックスを量子情報の観点から説明することがあります。このパラドックスは、量子力学が示す非局所性、離れた場所にある粒子が瞬時に影響を及ぼし合う性質を指摘したものであり、量子情報理論では、その数学的な厳密性を追求します。しかし、量子論を実用的なツールとして応用する際には、これらの厳密な理論を気にする必要はほとんどありません。物理学の実務的な応用においては、理論の厳密性よりも、現象の予測や技術開発への応用が重要だからです。例えば、量子コンピュータの設計や、量子通信のプロトコル開発などでは、具体的な応用技術に焦点が当てられます。したがって、量子論の理解を深めるためには、量子情報理論の厳密な議論よりも、量子現象そのものの直感的な理解や、その応用可能性に注目することが有益です。このように、量子論を実用的なツールとして使用する人々にとって、厳密な量子情報理論の詳細に深入りする必要はありません。量子情報理論は理論物理学や数学の観点からは重要な分野ですが、実務的な応用を目指す際には、その詳細を気にせず、量子現象の実用的な側面に注目することが求められます。このようにして、量子論の複雑な概念をよりわかりやすく理解し、実際の応用に役立てることができるのです。量子論を応用する上で重要なのは、何が起きているかをイメージすることです。このイメージの重要性は、物理学に限らず、他の分野でも同様です。例えば、大型旅客機のコックピットを見たことがある人は、無数のケーキやレバー、スイッチ類が所狭しと並んでいる様に、操縦には超人的な技量が必要だと驚くでしょう。しかし、訓練を受けたパイロットにとっては、各装置の役割を理解し、全体のシステムとしてイメージすることで、適切に操縦できるのです。量子論が分かりにくいと感じられる主な理由は、基礎物理学について発言する際に、根底にある物理現象に言及せず、観測可能な状態についての議論のみを行うことにあります。例えば、以前の動画で二重スリット実験で説明したように、スリットの背後に切り箱を設置すると、電子の干渉島が消える現象があります。これは、切り箱の状態を含めた周状態において、切り箱内部に水滴ができる状態とできない状態が干渉しないことの物理的な帰結です。しかし、この現象を電子の粒子的な性質と波動的な性質は排他的で、どちらを通ったかという粒子的な情報を得ると、干渉という波動的な性質が失われると解釈する人がいます。このような解釈は量子論を勉強する私たちにとって非常にわかりにくいものです。実際には、このように難解な解釈をする必要はなく、単に人間が識別できるような周状態が、互いにデコヒーレントであることを指摘すれば十分です。デコヒーレンスとは、量子状態が互いに干渉しなくなる現象を指します。この現象により、観測される周状態は、それぞれ独立して振る舞うため、粒子的な情報と波動的な性質が共存することが可能です。したがって、量子論を理解する上で重要なのは、物理現象の具体的なイメージを持ち、デコヒーレンスなどの概念を正しく捉えることです。このようにして、量子論における複雑な現象をより直感的に理解することができます。例えば、二重スリット実験における
干渉島の消失も粒子的な情報の観測によるデコヒーレンスの結果として説明することができます。このような視点から量子論の基礎を理解し、実際の応用に役立てることができるでしょう。ここまでの議論に基づいて、量子論を分かりやすくするための見方を以下に示します。量子論的な現象の根底には、リアルな波動が存在します。波動の存在をイメージすると、現象が理解しやすくなります。量子論で扱われる電子や光子は、場の波動がエネルギー量子を形成して、粒子のように振る舞っています。粒子であると同時に波であるといった曖昧な解釈は必要ありません。位置と運動量の不確定性関係は、電子などの量子論的な対象が波からできており、波としての広がりがあることの表れです。粒子であるにもかかわらず、位置と運動量が確定しないと解釈すると混乱するだけです。リアルな波動は粒子の量子論で用いられる波動関数そのものではありません。粒子の波動関数はあくまで確率振幅を求めるための手段です。しかし波動関数の振る舞いには現象の根底にあるリアルな波の性質が反映されています。例えばトンネル効果における波動関数の減衰はリアルな波の減衰と同様だと考えて構いません。量子論に関する出版物の中には分かりにくい記述が多く見られます。二重スリット実験における粒子性と波動性は排他的であるといった主張などです。これらの主張はあまり真剣に受け止める必要はありません。また、物理学者の間でほとんど受け入れられていない解釈が堂々と記載されることもあります。例えば、量子コンピュータが高速な理由が多世界解釈を使って説明されるケースがありますが、こうした解釈を信じている物理学者はごく少数です。量子コンピュータが高速なのは、素子同士の量子論的な相互作用が並列的に行われる一種のアナログ計算機だからです。行列力学の方法論では、観測されていない状態の記述が禁止されるため、この方法論を過度に浸透すると、具体的なイメージを作れなくなります。観測されていない状態の記述を禁じた根拠は、原子内部の電子が定常的な軌道を描くという過程が現象を説明できなかったことにありますが、これは原子特有の事情のせいです。原子の事例だけで観測前の状態の記述を全て禁止するほどの強制力はありません。量子論を真に理解しようと思うならば、場の量子論を勉強する必要があります。場の量子論に触れずに、量子論の不思議さについて語っている著作には、あまり芯を置かない方が良いかもしれません。ボア・アインシュタイン論争と量子論の分離不能性。ボアとアインシュタインの論争に関心を持ち、EPR 論文に対するボアの批判論文を詳しく読むと、その内容の難解さに困惑することがあると言われています。この論文は、量子論的システムが全体として統一され、分離できないことを主張していますが、論理的な構成が不十分であることが指摘されています。具体的には、アインシュタインが提案した可動性のあるスリットのついた装置を用いて、位置と運動量の相関を持つ粒子のペアについて議論しているのですが、図版や数式を使わずに言葉のみで説明しているため、理解が難しいという意見があります。このため、他の物理学者たちも納得しないことが多いのです。アインシュタイン自身も、ボアの主張が適切な反論になっていないことを認識し、再反論を行いました。ボアの論文を引用する際も、内容にはほとんど触れず、分離不能性という用語だけが借用されることが多いです。特にベルは、ボアに対して非常に厳しい批判を行い、ベルの不等式を提案した論文で、辛辣に批判しています。ボアは、アインシュタインや、シュレディンガー、ファインマンらと論争を繰り広げたことで知られていますが、その論法は、必ずしも論理的ではなく、物理学的に見ても、誤りが含まれていることが多いとされています。ボアの書いた文章を読むと、彼が様々な考え方を模索し続けている様子が見受けられます。論争相手が内容よりもボアの迫力に圧倒されて、議論を放棄したと感じられることもあると言われています。
ボアを量子論の真髄に迫った物理学者として神聖視するのは正しい態度ではありません。彼もまた自然界の巨大な謎に挑戦し続けた一学徒に過ぎないという視点を持つことが重要です。このような視点に立つことで量子論の新しい姿が見えてくるでしょう。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。今回の動画では、場の量子論と光子理論を通じて、量子論の新しい世界観についてご紹介しました。物質粒子と力を伝える場の相互作用が、どのように物理現象を引き起こすのかを具体的なモデルで理解することができました。これにより、量子論が描く物理的な世界が、私たちの従来のイメージとは大きく異なることを実感していただけたのではないでしょうか。もしこの動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。次回の動画でもさらに深い物理の世界を一緒に探求しましょう。それではまたお会いしましょう。さようなら。